エドウィン・ホセ・エスコバー・エルナンデスは、ベネズエラ出身のプロ野球選手。左投げ左打。横浜 DNA ベイスターズ所属。左投手による NPB 公式戦での最高球速記録を何度も樹立していて、2021年のシーズン中に時速 163km まで更新している。2008年7月2日にテキサス・レンジャーズと契約。2009年、 ルーキー級アリゾナリーグレンジャーズでプロデビュー。13試合に登板し、2勝5敗、防御率5.00だった。2010年4月1日にベンスナイダーとのトレードでサンフランシスコジャイアンツへ移籍した。移籍後は A-9 セーラムカイザーボルケーノズで14試合に登板し、2勝4敗、防御率4.86だった。年は、 A 級オーガスタグリーンジャケッツで開幕を迎え、4試合に出場したが、4月24日に左手の故障で離脱。6月にルーキー級アリゾナリーグで復帰。15試合に登板し、2勝4敗、防御率5.09だった。2012年は A 級オーガスタで22試合に登板し、7勝8敗、防御率2.96だった。オフの11月20日に、 ジャイアンツとメジャー契約を結び、40人枠入りした。2013年3月15日に AQ3 のゼジャイアンツへ移動し、そのまま開幕を迎えた。AQ3 のゼでは16試合に登板し、3勝4敗、防御率2.89だった。7月に AQ リッチモンドフライングスクーレルズへ昇格。AQ リッチモンドでは10試合に登板し、5勝4敗。 防御率2.67だった。2014年3月18日にトリプル A 級フレーズノグリズリーズへ移動した。開幕後はトリプル A 級フレーズノで20試合に登板し3勝8敗、防御率5.11だった。7月にはフューチャーズゲームに選出された。2014年7月26日に ジェイク・ P ・ B とのトレードで、キース・ヘンブリーと共にボストン・レッドソックスへ移籍。同日に、トリプル A 級、ポータケット・レッドソックスへ移動した。トリプル A 級ポータケットで2試合に登板後、8月10日にメジャーへ昇格。親子2代にわたる昇格を果たしたが、登板機会のないまま、翌11日に、トリプル A 級ポータケットへ降格した。 8月27日に再び昇格すると同日のトロントブルージェイズ戦で3点ビハインドの8回裏からメジャーリーグデビュー1イニングを無安打無失点に抑えた翌28日にトリプル A 級ボータケットへ再び降格9月17日に3度目の昇格を果たしたが1試合の当番でシーズンを終えた MLB の公式戦には救援で 通算2試合に登板、防御率4.50を記録した。2015年には MLB 公式戦への登板機会がなく、2016年4月20日に球団から戦力外を宣告された。2016年4月29日に、ウェーバー工事を経て、アリゾナダイヤモンドバックスへ移籍した。移籍後はローテーションに入り、2試合に先発したが、 結果を残せず中継ぎに回った。2016年11月18日にウェーバー工事を経てクリーブランドインディアンスへ移籍した。2017年1月10日に自由契約となった。2017年1月11日に北海道日本ハムファイターズへの入団契約に合意したことが発表された。背番号は42。レギュラーシーズンでは 4月2日に埼玉西武ライオンズとの開幕カード第3戦で、先発投手として1軍公式戦デビュー。しかし、4回1、3を投げて5失点で、敗戦投手になると、およそ1ヶ月間の2軍調整を容疑なくされた。5月中旬から、救援要員として1軍に復帰。5月14日の対千葉ロッテマリーンズ戦では、先発投手のルイスメンドーサが5回表西に,に、 急進の秋村健博から危険級宣告を受けて退場したことに伴って緊急登板し、打者二人から三球で一死を取って降板した。その後チームが勝ち越したことにより、一軍初勝利を挙げた。しかし、以降は、ヤディル・ドレークの加入などもあり、外国人枠との兼ね合いで7月3日に出場選手登録を抹消された。結局、 パシフィックリーグの公式戦には14試合に登板。先発登板は前日の1試合のみで1勝2敗、防御率5.64という成績を残した。2017年7月6日に黒羽力との交換トレードにより横浜 DNA ベイスターズへ移籍することが発表された。背番号は62。NPB の球団と契約した外国人選手が 契約1年目のシーズン中に交換トレードで NPB の他球団へ移籍するのは史上初の事例である。新外国人選手の交換トレードがシーズン中に成立した背景には保守に故障者が相次いでいる日本ハム側の事情に校長でありながら一軍公式戦への出場機会に恵まれないエスコバー、黒羽に活躍の場を与えるという双方の目的が重なった。 ことが挙げられる。DNA では、当初金銭との交換による黒羽ネの移籍を求めたと、されているが、一軍の左腕9援陣の層が薄いことから、ロングリリーフもこなせる、エスコバートの交換トレードに落ち着いた。移籍後は、7月8日の対中日戦8回裏に、セントラルリーグ公式戦へ初登板。7月12日の対広島東洋カープ戦では、 先発の浜口春花大が左肩の違和感を訴えて3回表で降板したため4回表から急遽投板すると3イニングを無失点に抑えたその後も救演で4試合に投板したが先発への再転向を深夜に7月下旬から2軍で調整すると8月6日の対広島しませんから先発投手として1軍へ復帰しかし この試合で遺跡後初黒星を喫すると、以降の公式戦では、セットアッパー各の救援投手として、当板を重ねていた。8月23日の対広島戦では、同点で迎えた延長10回表からの当板で1イニングを無失点に抑えた後に、その裏のチームのサヨナラ勝ちによって遺跡後初勝利。NPB の同一シーズンに、セパ両リ,リーグの公式戦で勝利を記録した投手は、 2004年の田中光以来13年ぶりであった。結局、レギュラーシーズンの一軍公式戦では、日本ハム時代より多い27試合の登板で、チームの2年連続クライマックスシリーズ進出に貢献した。ポストシーズンでは、監督のアレックス・ラミレスによる小刻みな系統策の下でワンポイントリリーフからロングリリーフまで幅広く起用。 CS 全体で8試合中5試合、福岡ソフトバンクホークスとの日本シリーズで6試合中4試合に、登板した。11月4日の日本シリーズ第6戦では、同点で迎えた延長10回裏から登板したが、11回裏に、2連続よ試球で1死1 2塁のピンチを招いて、降板。変わった、三上智成が2死1二塁から川島慶三に、サヨナラアンダを打たれて、 敗戦投手となり、チームは19年ぶりのシリーズ制覇を逃した。11月17日には、翌年も1年契約で、チームに残留することが発表された。2018年には、公式戦の開幕から1軍のセットアッパーに定着。外国人枠との兼ね合いで1軍と2軍を往復しながらも、1軍公式戦53試合の登板で、4勝3敗13。 ゴールド防御率3.57を記録した。シーズン終了後の11月17日には、翌年も1年契約でチームに残留することが発表された。2019年には6月9日の大西部戦でストレートを連投したところ、時速1 6 0キロメートルもの球速が2度にわたって計測された。この球速は NPB の公式戦へ登板した左投手としては、 当時の最速タ記録にあたる。レギュラーシーズンでセリーグトップの74試合に登板。33ホールド、38ホールドポイント、防御率2.51という好成績でチームのシーズン2と2年ぶり CS 進出に大きく貢献した。阪神との CS ファーストステージでも全3試合に登板した。最大で3試合実施されるファーストステージで 一人の投手が同一シーズンに2敗を記録した事例はエスコバーが初めてだったがチームは1勝2敗でステージ敗退に至った11月18日に推定年俸1億6000万円という条件で2021年までの2年契約を球団と締結2020年には一軍公式戦でチーム2位の56試合に登板 一生4敗と負け越しながらもリーグ10位の17ホールド防御率2.33を記録した。この年で2年契約の1年目を終えたことからシーズン終了後に現状維持の条件で契約を公開。2021年には2年契約の2年目にもかかわらず春季キャンプやオープン戦に参加できなかった。前年の春季キャンプ直前から 新型コロナウイルスへの感染が世界中で拡大していることを背景に日本政府が感染拡大防止策の一環で外国人の入国制限を講じていることによるものでこの年に球団と契約していた他の外国人級選手も同様の事情でレギュラーシーズンの開幕に出遅れたエスコバー自身は球団の外国人選手としては最も遅く 開幕直後の4月3日に来日。入国の条件である PCR 検査での陰性判定や2週間の隔離などを経て4月20日から一軍へ合流した。合流後は前年までと同様にセットアッパーとして公式戦へ頻繁に登板。6月13日に札幌ドームで催された古巣日本ハムとの交流戦にも登板すると8回裏に 西川春樹へ投じたストレートが時速 163km と計測されたことによって2019年に自身が樹立した左投手としての公式戦最高球速記録を更新した。この球速は右投手を含めても計測の時点で NPB 歴代2位タイ記録に相当する。7月7日の対広島戦7回裏の当番で1。 死を取ったことによって DNA へ入団してからの一軍公式戦、通算投球イニングが250回に到達。DNA の外国人投手では5人目の記録だが、左投手及び中継当番のみでの到達はエスコバーが初めてである。投球フォームはスリークォーター。 左腕から繰り出す平均球速約時速1 5 4トル、最速時速1 6 3トルのストレートと時速1 4 0トル台のスライダーが武器の速球派投手。稀にチェンジアップやツーシームなどの変化球も使用する。DNA に所属していた2019年の1、軍公式戦では、先発要員の投手より相当球回数が短い、救援要員にもかかわらず、 ストレートで奪った空振り三振数が NPB2 位の56個にまで達した。前述したように2019年6月9日の対西部戦で時速 160km、2021年6月13日の対日本ハム戦で時速 163km の急速が計測されたことによって左投手による NPB 公式戦での 最高級速記録を樹立している。ジップのホセ・エスコバーは元メジャーリーガー。親族にもアメリカプロ球界の選手経験者が多く、2020年に東京ヤクルトスワローズへ所属していたアルシデス・エスコバー、ピッツバーグパイレーツ参加に所属するビセンテ・カンポス、元メジャーリーガーのケルビム・エスコバーはいずれもいとこに当たる。ロナルド・アクーニャ・ジュニアも親族の一人である。ジップのホセは 13年にわたるマイナーリーグ生活を経て、1991年にクリーブランドインディアンスで遊撃手として MLB 公式戦にデビュー。メジャーリーガーとしての生活はこの年だけだったが、インディアンス参加のマイナーチームにアレックス・ラミレスが所属していた。当時新人だったラミレスによれば、ホセは素晴らしい遊撃手だったという。エスコバー自身は、 日本ハム時代の2017年3月にオープン戦で DNA と対戦した際に当時 DNA で一軍監督を務めていたラミレスと初めて対面。自己紹介を兼ねて前述したホセとの間柄を明かした。同年7月に DNA へ移籍した際にはとにかく一生懸命取り組みながら野球を楽しめという表現でラミレスから激励を受けている。 エスコバー家からはホセを皮切りに2018年の時点で16人以上のメジャーリーガーを輩出。エドウィンや現役のメジャーリーガーが全員ベネズエラに帰国する毎年12月には4チームによるソフトボール大会を一家総出で開いているという。自身が DNA いとこのアルシデスがヤクルトに在籍していた2020年には7月4日のタイヤクルト戦5回裏に アルシデスとの対決が NPB の一軍公式戦で初めて実現した。もっともアルシデスが NPB の球団に所属していたのはこの年だけで翌2021年からアメリカ球界へ復帰している。ありがとうございます。